アメリカン・スタッフォード・シャー・テリアとは、アメリカ合衆国原産の統権用犬種である。ピットブルの愛称で知られるアメリカン・ピットブル・テリアは、これの兄弟犬種にあたる。愛称は、アムスタフィー、アムスタッフ、アメスタ。1870年代に、イギリスからの移民によって、アメリカに持ち込まれたスタッフォード・シャー・ブル・テリアが、本種のもとである。それを、アメリカで独自に改良し、 アメリカンブルドッグやマスティフ種の犬と交配させることによって作り出された。本来は刀剣として使われていた。強く粘りのある犬でバイソンやグリズリーをいじめたり犬同士を戦わせたり口を縛って人間と戦うことにも使われた。後に刀剣が禁止されると小ドッグやペット、番剣としてのみ使うことが決定され激しい気象と攻撃性を抑える改良が 行われるようになった。しかし、この方針を統計外交化はこのまず、引き続き攻撃性のある犬を統計用として繁殖を継続すべきであると反発した。ペット用に改良を進める派と統計使用継続派の対立は次第に深刻となり、最終的に統計用として使うための犬が分離独立し、別の犬種として発展していった。この派生種が、 アメリカンピットブルテリアでペットやショードックとして改良された方が本種アメリカンスタッフ,フォードシャーテリアである。後に本種は刀剣として足を洗ったことを理由にフシーに公認犬種として登録されたがアメリカンピットブルテリアは未だ刀剣として平然と使われていることを理由に公認されることがなかった。本種は現在小ドックやペットとして飼育されることが多く 刀剣として使われているものはあまり多くない。刀剣として使われているものは、血統者の有無に関わらず、アメリカンスタッフォードシャーとしてでなく、ピットブルとして扱われている。日本でもやや人気がある犬種で、ペットとして飼育されている。毎年国内登録があり、2009年度の登録党数順位は136位中88位と、高順位である。 生後感もないアメリカンスタッフ,フォードシャーテリアの子犬、がっしりとした筋骨流流の体つきで、両タイプともに、顎の力は他犬種の平均よりも強い。足は長く、垂れ耳と長く飾り毛のない垂れを持つ。コートはスムースコートで、毛色はタンホワイトやブルー、ブラック、ブリンドル、ブラックホワイトなど。対抗は、 オス46から48センチメートル、メス43から46センチメートルで、体重は、雌雄ともに18から23キログラムの中型犬。飼い主には忠実で忍耐強いが、独立心が旺盛で攻撃的な性格。ペット用のものであっても厳しい訓練を行わなければ、主人にも牙を剥くことがあり、小さな子供がいる家庭での飼育は避けた方が良い。手名付けられれば、 家庭犬としても飼育が可能である。運動量は多めで、かかりやすい病気は、先天性の心臓病、股関節形成不全、白内障、悪性腫瘍などがある。上での用紙は主にペット用のものについて説明したが、刀剣用のものはプライドが高く攻撃的な性格で、サイズの上下限がなく、牙が目立ちあごの力が、ペット用のものよりも数倍強力である。 筋骨隆々で大まかな容姿はアメリカンピットブルテリアとあまり大差がない。ありがとうございます。